新海誠監督の最新作スズメの戸締まりが今日5日日本テレビ系金曜ロードショーで放送枠を30分拡大6時11時24分し本編ノーカットで地上波初放送される。主人公の岩戸スズメ、岩戸スズメ原菜乃華は九州の静かな町に暮らす17歳の女子高校生。ある日戸自身を名乗る不思議な青年宗方草太、宗方草太松村北斗と出会い、災いの元となる扉を閉めていくために日本各地の廃墟を巡る旅に出る。少女スズメの解放と成長を描く現代の冒険物語となる。